は？はい、こんにちは、ゆき組です。今回はテストサーバーで生配信を行えなかったので、動画で妙計の使用感のレビューや解説を行っていきたいと思います。先日出した動画 DPS ショーケース、ご覧いただけたでしょうか？今回はそちらの動画を踏まえてお話をさせていただこうと思っていますので、まだの方はぜひご視聴していただけると幸いです。概要欄にリンクを貼っておきます。いやー、妙計強いですね。個人的には1周年を飾るにふさわしいパワーを持ったキャラクターだと思います。一番の目玉は何と言ってもやっぱり斬殺ですね。高魔刀最上階のネーム度、なんとワンパン。超域49層大津の鹿、なんとワンパン。これは本当にゲームバランスをぶっ壊しに来たという感じはありますね。特に愛知の幻の超域ってのは、硬い敵が2、3体と、あと柔らかい敵が3、4体という構成がほとんどなので、チーク。妙計でその硬い3体を斬殺してしまえば、あとは柔らかい敵しか残らないので、実質要求火力が半分くらいになるといった感じで、大幅に難易度が下がります。テストサーバーで妙計の武器1突、ボリション無突で超域を登ってたんですが、43回あたりは普通に1分半ぐらいで抜けれちゃうぐらいのパワーでしたね。44回のボスが倒せなくて、そこで妙計を貫突してしまったので、それ以上の回想では検証はできていないのですが、おそらく低突の装備が整っていない妙計編成でも、超域の雑魚層は全部抜けれちゃうんじゃないですかね。斬殺の使用を検証してきたのですが、結論から言うと、バフ込みの自分の攻撃力の2万倍以下の HP の敵を斬殺することができます。ボスモンスターに関しては斬殺することはできません。また、正式実装版でこの辺は調整が入る可能性もあるので注意しておいてください。検証の方法ですが、まず恩恵クラスのバックブルーを打って、HP を固定で 8% 削ってそのダメージを見ます。超域49層の大津の時間にバックブルーを打って約 55M バックブルーがダメージが出ています。ここから逆算すると大津の時間の HP は約 687.5M という結果になり、斬殺が可能な攻撃力のラインは 34,375 ということになります。実際に攻撃力を調整して試してみました。攻撃力 28,485 で大津の時間を斬殺してみます。はい、斬殺はできていませんね。次に同じ装備でボリションのバフをかけた状態で斬殺をしてみます。ボリション込みでギリギリ斬殺ラインを超えるように調整をしています。はい、斬殺できましたね。よってバフ込みの自分の攻撃力が参照されるという結果になりました。高魔刀最上階のネーム度も斬殺ラインは攻撃力2万4000ぐらいでいけてしまうので、バフ込みと考えるとかなりハードルは低いと思います。もう一つ特徴的だったのが、龍華や玉蘭と組み合わせていく編成ですね。どちらも旧編成と比較してダメージを更新することができました。これは何が起きているのかというと、妙計は相手にヘビの鎖というデバフをつけることができます。このヘビの鎖をついた敵をフロントにある武器で攻撃すると、そのダメージの 30% をそのターゲット自身を含むヘビの鎖がついた敵に伝導することができます。簡単に説明すると、まずスキルフィールドを使用して、通常攻撃や回避攻撃なりでヘビの鎖デバフを相手につけていきます。そして、この状態で、例えば玉蘭で100ダメージを与えたとします。すると、電動により 30% の30ダメージが追加で入るといった形になっています。貫突でこの電動ダメージが 30% から 50% に上がります。ダメージの属性は電動元である武器と同じになるので、玉蘭で殴れば電動ダメージは氷になり、龍華で殴れば電動ダメージは炎ダメージになるといった具合です。重傷の電動については、重傷状態が付与された時にそれを電動するといった具合で、一度重傷をつけたらずっと電動により重傷を維持できるといった感じではなかったです。龍華や玉蘭といった単体で機能するアタッカーと組み合わせることで実質的に汎用バフ武器として使うことができます。現在の雷編成のような裏からダメージを出すことを前提とした編成では相性は悪かったです。この電動ダメージがかなり強くて、玉蘭編成、龍華編成はダメージを更新することができました。これが指し示すのは、今まではリンヤとフィオナ、そして最新のアタッカーという汎用パーティーを使っていた方が多いと思うんですが、
今後はこのリンヤをジークに置き換えた新世代の汎用パーティーが編成に使えるということですね。さらに最強の能力である斬殺を使うことができるので、現時点ではかなり環境に新しい風が吹いたといった感じがします。ヘビーの鎖デバフに依存している関係で範囲狩りが少し弱いのと、リンヤと違ってポジションが使い回せないのがネックにはなってきます。また、連動ダメージには30秒間に攻撃力の2400倍までという制限があるので、今後キャラクターがインフレしてダメージが上がっていけば、ジークの連動ダメージの価値は薄くなっていくと思います。逆に自身のステータスを大幅に上げることができれば、連動ダメージのリミットも上がるので、ジークの価値が上がっていくということになります。また、これはちゃんと検証はできていないのですが、チームプレイ時ではこの電動ダメージは無制限になるという記述があるので、もしかしたらチームプレイでこの電動ダメージはものすごい強くなる可能性はあります。この辺は正規実装されたらまた確かめたいと思います。現在の環境では、アルケ込みの計測で、玉蘭ジーク編成とジークグノノ編成がほぼ同じダメージを出していて、リュウカジーク編成は一歩を取るといった結果でした。実戦では、グノのジークの物理編成は、グノノのごとつ効果、相手の HP が8割未満の時にダメージを与えると、物理ダメージが 10% 上昇するという効果があるので、エンド環境では、実戦でのパフォーマンスは物理が一番高いと思います。ジークの武器自体もかなり使い勝手が良くて、通常攻撃とスキルに集敵がついているので、殴っているだけで敵が勝手に集まってきます。さらに、スキルフィールド展開中は、ジークをフロントにしていると常時不屈がついているので、今までで最高レベルにプレイフィールは良いですね。通常攻撃や回避攻撃でスネークバイトの回復も行われていくので、耐久性もそこまで問題は感じなかったです。またグノノ編成ではグノノの触手によるダメージの割合が高く、相手が動いても触手はずっと攻撃をしてくれるので DPS のロスが少ないという点も偉い点だと思います。ジークはこのゲーム初の物理、炎のデュアル属性なので、その仕様について検証した結果を共有したいと思います。結論から言うと、バグなのか仕様なのかよくわからない挙動が結構多かったです。まず、炎共鳴をした状態で殴っても、ジークのダメージは普通に物理ダメージで炎ダメージにはなりません。また、この武器が炎物理の新しいカテゴリーの武器と認識されているようで、ポジションが発動しないものが結構多かったです。例を挙げると、アナベラの2セット効果。炎属性武器で攻撃した時にバフが発動する効果はバフが発動しませんでした。また、グノノの2セット効果。物理武器を装備した際にダメージが上がる効果も発動しなかったです。ウーミーの4セット効果や、リュウカの武器の炎属性武器で連携スキルを発動した際に、相手にダメージを与えていく効果も発動しなかったです。逆に、物理強行武器3つにしても、イカロスの2セット効果は発動しました。グノノボリション4セット効果の、物理属性のスキル発動時のバフ効果は発動しました。このあたりはバグなのか仕様なのかよくわからないので、正式版の実装に期待ですね。また、ジーク1突に、天下の不要時、相手に重傷を付与するという効果があるのですが、これはバックグラウンドでも発動するので、炎編成なら結構な頻度で相手に重傷をつけることができます。武器とポジションの効果を移しておくので、気になる方は一時停止してご覧になってください。最後に新しく追加されていたタイタンを紹介したいと思います。新しい部位はバンブレスとグリーブで、レアステータスはご覧のようになっています。2部位ともなるとさすがに無視できない効果にはなってきちゃうので、ランカーの方は
厳選を頑張っていきましょうといった感じです。ボリションや突別音ダメージ差分やスキル回しについての動画も後日作成予定ですので、ぜひチャンネル登録高評価をしてお待ちいただけたら幸いです。それでは最後に新しく追加された中国語のキャラクターボイスを使ってフェンリルの歌を聴きながらお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。